これ NTT ドコモさんとかの方で、あった、もう間違った。なんでや、どうしてもないのに。まあ、勝手に消そうと思って。今 iPad で持ってたから絶対それはない。この非通知、不在。5月6日20時22分と、そう、2回非通知で、これ今まで番号を非通知で電話かけてきた人間で、まあ男性の声で、ちょっとだけ喋って自分の名前は名乗らないっていう人間は今までいました。だから非通知に関しては、こちらが不在なんじゃなくて、相手が非通知だから私は、こちらの電話に繋がらないようにしてるんです。非通知設定、してくる人間は絶対もう悪いことしてる人間ですから。あとは、まあ、NTT ドコモさんで、それを調べる。これを言った瞬間に、さっき画面ぼやけたでしょ。ずーっと隠蔽。政治家の人？そうなってくると自民党員か、会社関係、テレビ局関係とか。まあ、テレビ局関係とかで行くと大体つながる、すべてが。だから電話をかけてから淡井圭介の自宅へ来ることっていうことは、それは淡井圭介にアポイントをしっかりと、予定を組んでっていうことなんですよ。いつ会うか、どこの誰が、どういうふうな要件でっていうことで。今までのこの非通知の記録あったかな。めんどくさいから、データ多くなったりしてきて手に負えないから、消してしまったりとかしてるんですけど、例えば、こちらは1月の16日。本当はこれ画面しっかりと見えるはずなんですよ。この辺のところが、iPad の変な機能。1月の16日。なんとなくわかるでもいいと思います。あ、ほら。相手が確認できそうなことを何か言ったらちゃんと映すよ。で、iPad 自体もその隠蔽側の機能がついてるのかもしれない。だから非合法側の機能が最初ついてる。ピントぐらいすぐに合わせるコンピューターの能力を考えたら、今時の人間が考えるより はるかに早いですから。人間はそんな1秒間に何千文字とか読み込んだりできない。